おはようございます、グレートランナーです。今日も、前に、まあ、走ってると思いますが、ハンターカーブさんと一緒に今度はですね、徳島県を代表する剣山のスーパーリンドを走りに行きます。なんとなく怖いですが、まだ2人で行けば大丈夫だと思います。それじゃあ、まあ今日も楽しんでください。じゃあよろしく。林道起点にやってきました。ここから今回の旅が始まります。それではフォトタイム、はい、どうぞ撮ってください。これスーパー林道起点、こうか、ごっつい綺麗だこれ。そう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 。綾の淵というのがこの下みたいですね。これ行っても落ちひんのか、これだからお前こっち行きなさい。ちょっとわしもおっつい怖かった。わからん、行けるんじゃん。あ、一人の方がいいかもからな。だいぶ上がってきました。今ちょうどツツジじゃねえな。ここそうです、そうです。これがな、うん、休憩。こっち行くとな、神山なんやけど、こっちがまあスーパーリンドなんよ。うん。で、こっからこれオフなんよ。これがな、ハードな。ただし今は知らんよ、こっからってな、なんか降りるんよ、これがな。あん、そうそう、これは知らん。でもこの下に町あるよな。こっち行ったら神山っていうんやけん、神山かもわからんな。うん、でもいいよなこれ、ほんまに。前わしが泣きながら通った時、この辺あたりに鹿の大群がおったな。これこそこの辺でよ、飯食うたらお前最高ちゃうか。出ました、早いねコール。おお、
まあほだけんど、なんとなくちょっと整備してくれとんかな、これな。あお、今のは なんだ、スカンクなんかな、タヌキじゃないな。ここや、なんか思い出すわ。ここわかるだ、どこが掘れとったか。 この右側のとこや、ごっついここ掘れてな、もう渓谷みたいになっとったのよ、この今橋をどこの右側、そこを上がっていくと雲荘神社だそうです。素晴らしい。それでは雲荘に行きます。まず雲荘トンネルというだけやけどな。ここもうちょっと見えるんやけどな。今ちょっとこう植物が、それでは今からファガスの森に向かってスタートしています。あ、鋭い。ウインカーついてました。あ、でもこの山の上今ツツジ満開。ちょうどこの向かい側というか真上。ラーメンを落としたということで、あのオフロードを楽しんできてた、わしらのペース、自分のペースで。で、ラーメンなかったらもう帰ってきよ。うん。今一人がね、荷物を落としてラーメンを落として、インスタントラーメンですが取りに来ましたが、ないんちゃうかな。もうなかったらここで普通にラーメン食っても、なんや問題ないんやけどな。まさか下まで買いに行っとうとか言うのやからな。あんだけ楽しみにしとることをずっと言い続けてきゃ、きつことやからね。下まで買いに行っとうとか言うからね、ないこともない。あれはないでしょうけどね。ここがですね、行ったことないので、ちょっくらバンガローとかいうところへちょっと行ってみようかなと。実はここ行ったことないんですよね。どこまでこういう道があるんでしょうか。これはここまでなんちゃう、これもしかして。いや、わからんのやけど、こんなん、ちょっとこれやばいんちゃうんと思って。でもまあ炊事場、これロッジだったら中になんか炊事場ぐらい、あ、でもこれはないんか。炊事場はあそこなんかもわからんな。そうそう、炊事場つけたらだいぶ
でかいところでね。うん。ほんまやな。これすちゃんとしとんで。でここでな、だったらこれ焚き火してもいいと思うよ。で今四国のへそに、徳島のへそか、四国のへそかと思った。徳島のへそにやってきました。ここまでやってきました。ものすごい綺麗。最高です。よいしょ。もうちょいですな。うん、いただきます。徳島のへそでご飯を食べて、GS のライダーさんとお話をして、そして今から風の広場に向かいたいと思います。あ、アホやな。うん、し、綺麗な、いいね。やっぱりこれはこういう、あの、こう派手さがないでな、もともとが。うん。満開でもこんな感じやもんな。ここもでもなんとはなしに行きょうけど、これすごいとこだよ、これ。左右になんかすんごいこれ。なんか巨石が。なんか気楽に行ってしまったけど、うん、おー、いいね。すごくこう高度の高いところを走っております。要はあれよな、あの四ツ橋峠のな手前ぐらいから槍戸やいうとこがあるんじゃん。そこを通っていくんちゃうんかなと思うよな。わし結局向こうってほとんどがなんじゃ通れんことが多いで、なんか向こう全然行ったことないよな。ここの峠まで来ました、スーパーリンドで。今日はですね、いつもだったらこっち行くんですけど、左の方に行って中町の方に降りていきたいと思います。さて、それで私も実はこっちの道を初めて行きます。このまたツツジの木、あかん、ツツジ見よったら右車線に入ってもた。ここのこのまままっすぐ行くと、スーパー林道なんですけど、山腹崩壊で通行止めということで、木沢の方に降りる道の方行きます。スーパー林道の、まあ、林道から降りてきました。この辺が何というとこでしょうか。富士川内谷川サブ堤防って川成、木沢村川成ってここなん。これはほんまに気持ちええな。なあ、これは言えるな。式火谷温泉が新しく
なんちゅうかな、できたんで、しました。それでは今からお風呂に行ってきます。ああ気持ちいい。うん、これちょっと、そうそう、でもな、ここって見たらわかるで、ようことがある。このままスーッと行ったら面白ないで、ピューッと行ってくるっと回ってな、向こう側を回って帰れへんけ。うん、こっちでもうほんまにくるっと回っと、こういうなんていう道の取り方も綺麗なよな。いい橋です。今日もどうもありがとうございました。今日は、スーパー連動という最高のですねオフロードを走る、そんな旅に一緒に、参加してくれました。ありがとうございました。次もまた素晴らしい旅に出たいと思いますので、登録またはいいねよろしくお願いします。それではまた、失礼します。よろしくお願いします。バイバーイ。